入試算数、できる人は5秒で解く図形面積、おまけ問題付きです。では始めましょう。黄色部分の面積は何平方センチメートルですか？では解説をします。2点 D、B を結ぶとき、三角形 DBF と三角形 ECF の面積は等しいです。なぜなら三角形 DBC と三角形 EBC が底辺と高さが等しいため面積も等しく、三角形 FCB が共通であるからです。よって色部分は三角形 DBF の面積を求めればいいので、上のようになり、10平方センチメートルが正解となります。おまけ問題です。図の四角形 ABCD はAB イコール AD、AC イコール10センチです。角 ACB は15度で、角 ABC の大きさと角 ADC の大きさの和は180度です。この時、四角形 ABCD の面積は何平方センチメートルですか？この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。